皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今回はですね、以前から気になったダイソーで売ってあるスマートフォン用のネックホルダーというのを買ったので、これについてねちょっと検証してみたいと思います。これを購入した理由なんですけど、 YouTube 動画を見るとか Amazon プライムビデオを見るとかね、そういった目的ではなくって猫動画を撮るために購入しました。猫動画を撮るときはやっぱり両手がねフリーだった方が便利なんで、これを使えばねうまくいくのかなと思って買ってみました。まあね、これを見てる限り結構ねブレとかは大きそうなんですけど、まあちょっと使ってみないと分かんないんでね、早速開封して試してみたいと思います。それじゃあ開けてみましょうか。まあ、その前に外観ですね。もうねダイソーで展示品とか売ってあるので皆さん見たことあるとは思います。で、説明書きの方にこんな感じで書いてて、スマートフォンのサイズなんですけど、幅の方は 120mm から 185mm となってます。まあそれとあとおまけとしてはこんな感じでね、歩きスマホをするなというのもありますね。じゃあ開けていこうと思います。よいしょ。価格の方なんですけど2,000円税込みです。よいしょ。こんな感じですね。ちょっと音がうるさいですけど、特にね組み立て式というわけじゃなくて、このホルダーのとこ、あ、組み立て式か。ちょっとねここのはアルミなのかなと思うんですけど、結構硬いですね。ここアルミかなと思ったらスチールですね。だから硬いんですね。そしてここなんですけど、取り付けはここのネジを緩めてこのボールのところにはめて、よいしょ。あれ硬いな、まだ足らんのかな。これ目いっぱい押し込むはずだよね。よっ、おパチンというまではめて、あとはこれがロックですね。これで動かなくなると思います。あ、目いっぱい閉めても結構動くんだね。こんな感じですね。ちょっと分かりにくいですけど、こんな感じになってます。じゃあちょっとねスマホの方取り付けてみましょうか。外した方が良かったかな。よいしょ。はい、スマートフォンなんですけど、今使ってるね iPhone 8 Plus になります。ちょっと表面が汚れちゃってますけど、これどうつけた方がいいのかな。あ、向きは関係ないか。じゃあちょっとつけてみますね。よっ、あー、スイッチが立ち上がっちゃいましたけど、こんな感じですね。結構しっかりホールドしてますね。バランスという点ではちょっとアンバランスといえばアンバランスかもしれないです。こんな感じですね、裏から見ると。カメラがね当たり前の話なんですけどかぶっちゃうんで、ちょっとこう横にずらして使っていこうかなと思ってます。これでもね結構しっかりホールドできてるんで、ここを最初ね穴開けなきゃダメかなと思ったんですけど、これでもいけそうですね。じゃあちょっと装着してみましょうか。はい、装着した感じとしてはこんな感じですね。まあね、ここで調節できるんで見やすいのは見やすいですね。これで手がフリーになるんで、猫を可愛がりながら撮影の方ができると思います。横から見るとこんな感じですね。ちょっと背景が変な感じです。やっぱねこうして見るとちょっとね動いてたけど、やっぱり結構ブレますね。まあでもこれだったらどうにかなるのかなという気がします。なるべくね人間の方が動かずに、立った状態とかね座った状態でなるべく動かないようにして撮影すればいけるんじゃないかなと思います。じゃあね、実際に猫を相手に撮影してみたいと思います。はい、こんな感じですね。今ちょっと調節してこういう感じですね。やっぱ揺れるね。はい、こういう感じで両手をフリーになるんで結構いいんじゃないかな、これだったらいいね。構図なんかもね調節しやすいですし、うん、ただねやっぱりブレちゃうね。この辺をあれ編集ソフトなんかで調節すればいいんでしょうけど、それだとクロップされちゃうから 4K で撮った方がいいのかな。その辺は持ってるパソコンのね状態で調節するといいのかもしれないです。こういう感じですね。うん、やっぱりね結構揺れるね。この辺はしょうがないのかな。でもこうやって両手が使えるっていうのはやっぱ大きいと思います。うん、よしよし、うん、これだったらいいんじゃないかな。まあ手持ちでもね、片手がカメラ持ってたら結構揺れちゃうんで、これでもいけるとは思います。うん、はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね揺れますね。まあこの辺はね200円で買える簡易的なものなのでしょうがないかなと思います。それよりはね両手がフリーになるというのはやっぱり猫動画撮るにはすごく便利なので、これからね猫動画撮るときにはこれを使って撮っていこうかなと思います。ただねさっきも言ったように結構揺れるんでね、 Vlog なんかの歩き撮りで使うのはちょっと厳しいかもしれないですね。両手がねフリーにならないですけど、ジンバルとか持ってやった方がいいのかなと思います。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。